5羽生結弦のダニー・ボーイが観客に与えた忘れられない感動とはフィギュアスケートの世界で羽生結弦はその圧倒的な技術と芸術性で多くのファンを魅了してきましたしかし彼の演技が特別なのは単なる技術の高さだけではありません彼の表現力そしてその指先まで行き渡る繊細な感情が 見る者の,の心を深く揺さぶるのです。2024年5月24日、千葉幕張イベントホールで開催されたファンタジー・オン・アイスでは、その魅力が改めて証明されました。この日の幕張公演初日、波乳ユズルは純白の衣装に身を包み、ダニー・ボーイのピアノの旋律に合わせて舞台に登場しました。彼の演技は、まるで音楽と一体となったかのように、 一一つ一つの音に心を込めてて紡がれていきます特に印象的なのは彼が両手の指を折り曲げ繊細な動きで観客に何かを伝えようとする瞬間です言葉ではなくその指先の動き一つ一つに彼の思いが込められていることが感じられました羽生結弦がダニー・ボーイを選んだ理由には彼自身の深い思いが込められています フィギュアスケートという表現の難しさを知り尽くした彼だからこそ一音一音に感情を乗せて舞うことで観客にその思いを届けようとするのですその姿勢は彼が常に追求している美しいスケートを体現するものであり観客に対する誠実さの表れでもありますダニー・ボーイの演技が終わり会場が暗転すると 5000人を超える観衆がスタンディングオベーションで彼を称賛しましたその拍手は鳴りやまずまるで羽生の祈りと希望が観客全員の心に届いたことを示しているかのようでしたこの瞬間彼の演技が持つ力強いメッセージが言葉を超えて観客に伝わったのです羽生譲るの演技を支えるのは彼の圧倒的な技術と努力です 彼が美しいスケートを追求するために積み重ねてきた日々の練習と努力が、その美しい表現、ジャンプ、スピンなどにつながっているのです。彼の演技は、ただ単に技術的に優れているだけでなく、彼自身の人間性や感情が深く反映されています。それが彼の演技を特別なものにし、多くのファンが彼のパフォーマンスに感動する理由です。 フォトグラファー矢口明氏の写真もまた、羽生譲るの演技の美しさを捉えています。彼の写真には、羽生の指先にまで行き渡る細やかな感情や、舞台上での一瞬一瞬が見事に収められています。矢口氏のレポートは、羽生の今を的確に伝えるだけでなく、彼へのエールにも感じられます。このようなコラムが、 フィギュアスケートファンにとっていかに重要であるかがよくわかります。羽生結弦の演技は、ただ単に美しいだけではなく、観客に深い感動を与えます。彼のダニー・ボーイの演技を見た観客は、その美しさと哀愁に心を打たれ、涙を流したと言います。それは悲しみの涙ではなく、心が温かくなり、その瞬間の美しさと尊さに感動する涙です。 彼の演技は見る者の,の心に深く響き、その瞬間を特別なものにします。波乳ユズルがフィギュアスケート界に与えた影響は計り知れません。彼の存在がフィギュアスケートのプロショーの時代を切り開いたと言っても過言ではないでしょう。彼の演技を見るために多くの観客が会場に足を運び、彼のパフォーマンスに感動します。 彼の演技が持つ力強いメッセージは多くの人々に希望と勇気を与えます。今回のファンタジー・オン・アイスでは、ュー・ユズルの他にも多くのスケーターが出演し、それぞれが素晴らしい演技を披露しました。特にューと T.M. レボリューション、西川貴則とのコラボレーションやガンダムシードのパフォーマンスは観客を魅了しました。ューの演技には、 常に新たな引き出しがあり、見るたびに新たな感動を与えてくれます。彼の演技が持つ美しさと力強さは、観客を魅了し続けます。このように、波乳ゆズルの演技は、ただ単に技術的に優れているだけでなく、彼自身の人間性や感情が深く反映されています。彼の演技は、見る者の,の心に深く響き、その瞬間を特別なものにします。 彼のダニー・ボーイの演技が示すように、羽生結弦のフィギュアスケートには、言葉を超えたメッセージが込められているのです。そのメッセージは、観客の心に深く刻まれ、長く記憶に残るでしょう。今回の講演を通じて、羽生結弦の演技の素晴らしさが改めて証明されました。彼の演技が持つ力強いメッセージは、多くの人々に希望と勇気を与えます。 彼のパフォーマンスは、ただの技術ではなく、見る者の,の心に深く響くものです。これからも彼の演技を楽しみにし、彼が届けるメッセージを受け取っていきたいと思います。波乳ユズルのフィギュアスケートは、これからも多くの人々に感動を与え続けるでしょう。その一瞬一瞬が、観客の心に深く刻まれ、長く記憶に残ることでしょう。 ズルのダニー・ボーイは観客に深い感動を与えただけでなく彼自身の成長と進化をも示していますフィギュアスケートは技術的なスポーツでありながら同時に芸術的な表現も要求される独特な競技ですその中で羽生結弦は自らの感情や思いを込めて演技することで技術と芸術を見事に融合させています 彼の演技が特別なものとなる背景には長年の努力と経験があります。羽生結弦は幼い頃からフィギュアスケートに打ち込み多くの困難を乗り越えてきました。度重なる怪我やプレッシャーに耐えながらも常に前向きに努力を続ける姿勢は多くのファンにとって励みとなっています。彼の成長の過程を知ることで 彼の演技が持つ深い意味をより一層理解できるでしょう。また、羽生結弦は演技だけでなく、ファンとのコミュニケーションにも力を入れています。彼は SNS やインタビューを通じて、自身の思いや感謝の気持ちを伝えることで、ファンとの絆を深めています。彼の誠実な人柄は、演技の美しさとともに多くの人々に愛されています。さらに、 ハニュー・ユズルの影響はフィギュアスケート界にとどまらず、広くエンターテインメント界にも波及しています。彼の存在がプロフィギュアスケートのショーの質を高め、観客動員数の増加に寄与していることは明らかです。ハニュー・ユズルが出演する賞は常に満員であり、その影響力の大きさを実感させられます。ファンタジー・オン・アイスの成功は、ハニュー・ユズルだけでなく、 出演する他のスケーターやスタッフ全員の努力の賜物です。このショーが多くの人々に感動を与え、成功を収めることができたのは、彼らのチームワークと情熱によるものです。ー・ユズルはその中心的な存在として、ショー全体を引き立てています。ー・ユズルの演技を見るたびに、新たな発見と感動があります。彼の技術的な進化だけでなく、 表現力や感情の深さも日々進化しています。観客は彼の演技を通じて様々な感情を体験し心が温かくなります。彼の演技が持つ力は言葉では表しきれないほどの影響を与えています。これからも羽生譲るの活躍に期待が高まります。彼の演技は フィギュアスケートの枠を超えて多くの人々に感動と希望を与え続けるでしょう。彼の未来がどのようなものであれ、その一瞬一瞬が輝き続けることは間違いありません。ハニュー・乳ズルのダニー・ボーイは彼の演技の真髄を示すものであり、多くの人々にとって忘れられない瞬間となりました。フィギュアスケートという美しい世界で、 ハニューゆズルはその頂点に立ち続けています。彼の努力と情熱がこれからも新たな感動を生み出し続けることでしょう。観客は彼の演技を楽しみにし、彼が届けるメッセージを受け取ることで自らの人生に新たな視点を持つことができます。ハニューゆズルの存在が多くの人々にとって希望の光となり続けることを願っています。